この番組は暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ずっと昔プロ野球のピッチャーだった関本さんは、引退してから何をやってもうまくいかなかった。今ではほとんど自分を信じられなくなっていた。最後のチャンスとして、ある人の好意で任された隅田川ビルの小さな喫茶店の経営も、ただ現状を維持するだけだった。何かを思いついてもすくんだようになって踏み切れなかった。そんな関本さんに土屋太鼓さんと私が会って、一月が過ぎていた。そうじゃない、バカにしてんじゃない。4メーター6、はい、それでここを測ろうか、上、はい、あ、いつでましょうか、大丈夫かな、大丈夫、すみません。ほら、定時制なんかだとさ、やっぱり時間もったいないから、先生たちそういうことで時間使わないのかなと思ったの。普段はそうですけど、はい、ありがとう。2メーター43、じゃあこっちの高さも測った方がいいですか。もちろんもちろん。大変ですね、銀行終わってからこっちまで来るんじゃ。そうなのよ、だけどね、こういうのちゃんと測っとかないと、やっぱり改装のプラン先に進まないでしょ。行くわよ。はい、どんどんやってんですね。255、うん、だってさ、やるからにはどん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 やっちゃわなきゃね。マスターは呼んで行きましょうか。ああ、いいのいいの、勝手にやってんだ。245、54、私ちょっとね、考えてみたんですけど。何、ちょっと待ってね、私だってこの店うんと成功したらいいなと思ってるし、うん、よいしょ、こういうのはどうかなと思って書いてみたんです。あ、すごいじゃない。いや、すごくないんだけど、こういうんだったら少しはお客さん来るんじゃないかなと思って、うん、じゃあちょっと待ってね、300、うんと良くなればと思って、360、ジャストにしといて。60って、はい、はい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 と、はい、何、どれ、これ。わあ、上手じゃない。うん、絵はしょうがないんだけど、プランとしてはいいんじゃないかなと思って。ね、ほら、上手じゃないねえ、うん、こういう才能あるんだ。うん、ありがとう。いえ、あら、見せてる。あ、参考にってこと。そんなの見せちゃダメって言ったでしょ。上手
じゃない。なんで、ね、そりゃあええわね。一服してください。おばさんのおごり。さどうぞどうぞ。ちょっとね、口湿らせたらと思って。どうぞどうぞ。はっきり言ってね、私おばさんの意見全然いいと思わないし。何言ってんの、そんなケーキのうちみたいなもん。遊園地のレストランじゃないのよ。でも公園のそばだし。あのね、公園の向こうは下町なの。川は日本の隅田川なのよ。それでね、うん、ここは駐車場がないでしょう、うん、地下鉄の駅からも15分はかかるのよ、うん、だからね、このお店はね、あのお花見の時とか花火大会の頃以外はね、近所のお客さんを相手にするよりしょうがないの、うん、マスター、あの下でお酒飲んでるの。あ、呼んできましょうか。あ、いいのいいのいいの、勝手にやってるの、ごめんなさいね。え、続けて。何、やっぱり下町の人をってこと。え、そう思ってるの、うん、近所の人なんかいくらも来ないじゃないですか。だからその人たちを来させるように考えなきゃいけないのよ。遠くの人なんか来やしないわよ、車置けないんだから。あ、少しは前の道に止められるし。大抵ね、近所の人でいっぱいです。近所の人はね、いくらも来ないの、うん、公園があるでしょ、うん、公園抜けてこっちへ来たってこの店があるだけでしょ。川があるじゃないの。近所の人なんて川なんて改めて見たくないし、公園抜けてね、こっちへ来るより商店街の食堂や喫茶店の方がいいのよ。それじゃ誰も来ないってことじゃない。だから現に誰も来ないじゃないですか。だからそれを来させるように。だから私がこうやって。ダメ、こんなもの。ここは下町よ。私はね、はい、思い切ってね、うん、下町って店にしてね、江戸時代か歌舞伎座かっていうようなね、提灯がさーっと並んでるような ね、 だって。ほら、来てたの。おばちゃんの言うようなね、下町っていうのはね、もうどこにもないんだって。そりゃ知ってるわよ。でもさ、そういうことをね、思ってる人はね、必ずいるのよ。そんなのばあさんばっかりだよ。大抵はね、外国風がいいの。そうだよ、この二人だって急にフランスのなんだ、セーヌ川とか言ってんじゃないか。だから私はそれに反対。ごめんなさい。線抜いてお酌するの忘れちゃって。いいえ、いいえ。さあさあ、どうぞ。任せていいんですか。やるって言ってんだから。失敗したら二人が出したお金戻りませんよね。向こうが言い出したんだ、こっちから頼んだわけじゃないよ。マスター何もしないんですか。口は出さないっていう条件なんだ。それでいいんですか。こっちには才能も知恵もねえんだ。そうかな。やる気がないだけじゃないんですか。何にムキになったんだよ。やる気はある。ずっとやる気はあったよ。だけどな、何やってもうまくいかねえんだ。やる気の問題じゃないってことが分かったんだ。脳がないんだ。それでそうやって飲んでるだけですか。貸し切り取ってきただろ。注文はまだ二晩、18人とそれから30人だかのあるだろう。お、飲むか。いいです。おい、やるよ。あ、いいって言ってます。何怒ってんだよ。あ、なんだかよくわかんないけど、俺マスターが初めてここに来た時にこの人なんかやるなって気がしました。なんかこの店ガラガラって変わるような気がして。うん、はい、お前さあ、はい、お前。俺な、俺は天才屋なんだよ。なんかこのやるぞやるぞっていうこのジェスチャーうまいんだよ。やるぞ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 、プツン。本当はそんなことないんじゃないんですか。うん、本当はそんなこと大ありなんだよ。セールスに行くだろ。押して押して押して、あ、ある点まで行くと止まっちまうんだよ。どうしても
それ以上へりくだらなくなっちゃう。欠点かな。そう、欠点。物が売れない。そりゃそうだけど。うん、俺に何があるんだい。うん、俺は何様だ。何様でもない、ただのセールスマン、ただの営業だ。頭なんていくらだって下げりゃいいんだ。相手に合わせりゃいいの。自分を捨てられなくてどうすんだよ。限度があります。限度もずっとお高いところで偉そうにしちまうんだよ。こういう店も初めてじゃないんだ。立派に失敗してんだ。そういう男、仕切り出したんで今らしいんだろう。そんなんじゃありませんよ。いやいや、そうだ、絶対そう。お前は頭古いんだよ。女がやりたいようにやりだしたっていうのに、男はこんなところでへこたれているのは悔しいんだ。そうだよな。自分も侮辱されている、そんなような気がして悔しいんだよ。つまんないこと言わないでください。俺はただこんなとこで飲んだくれてんのマスターに似合わないって、そんな気がしただけですよ。タクシー呼ばなくっちゃ。ニノ、地下鉄まで歩くから。そいつもタクシー使ってちゃ大変でしょ。そうね。この人ね、奥さん中井さんやってんだよ。嫌いなの分かるけど。どうして？だって全然嫌いなんかじゃないよ。本当に？本当よ。どうして？なんとなく目そらしてるような。それはね、違うの。何？何ってことないんだけど、人見知りなの私。とっても大好き。それもオーバー。本当よ。もうじきクビになる人だと思うと気の毒で、あまりニコニコできないでいた。目を見られないでいたのだった。慣れないことするとさ、自分が見えてくるわね。どういう？私さ、あんなおばさんエイタさんたちとゲラゲラ調子合わせられないかと思ってた。合わせてた。そうでしょう。発見したわ自分。で、あの、うん、あの人たちのことやっぱりクビにしちゃうんですか？そりゃそう。あなた、なんておしゃれな商売なんかできっこないじゃない。でも本当に商売をする気なら銀行に勤めながらでは無理なはずだった。私だっていざ改装が終わって手伝うとなれば銀行と両方は無理だった。後で考えれば不思議だけど、その辺は曖昧なまま夜になると土屋さんの家で改装のプランを固めていった。自分でやめるとはっきり決心するより成り行きがその方へ行くことを望んでいたのかもしれなかった。やっぱりあれなのね、あの天井高くないと全然ダメなのよ。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
物。何を置いてたの？ほら、やっぱりちょっと。またもういっぱい。失礼ですが、米村さんでいらっしゃいますか？は青木弁護士事務所の者ですが。弁護士事務所？怪しいもんじゃありません。ちょっとご相談したいことがございまして。私にですか？大阪の花の万博っていうのをご存知でしょうか？あの、悪いけどセールスだって。そんなんじゃありません。米村さんお一人にご相談したい向きがございまして。どうぞ。ひろこ、どうしたの？ごめんね、ちょっと先行っててくれる？ごめんね、すぐ行きます。はい、じゃあね。何のご用でしょうか？あ、すいません、どうかそこまで、お宅まで伺うことはあまりにご迷惑と思いまして。でも私、わけも分からずついていくことなんかできません。よかったらここで行ってください。でも、ちょっとここでは。どうかこちらへ。なぜここじゃいけないんですか？どうか、さあ、どうぞ、どうぞ。失礼いたします。お連れ様がお見えになりました。どうぞ、お待ちしておりました。どうぞこちら。さあ、どうぞどうぞどうぞ、おかけになって。話が終わったらいいか。失礼します。ごめんなさい、びっくりなすったでしょ。何のことかまだ。そりゃそうよね、表でお話しするようなことじゃないから。長岡さん困ったんじゃない？はい、いや、多少妙なことも口走りまして。花の万博っていうのは？あ、いや、それはこちらの会社は建設の方に関係していらっしゃるってこと。そのパビリオンのね、建築にちょっと。でもそんなことはどうでもいいな。片倉と申します。片倉、心当たりおありになる？そうなの、太田君の婚約者の母です。私も？そりゃそうよね、関係ないことよね。うん、それはそうなの。でも1年以上恋人だったんですって。別のと結婚することになったからってちゃんと話もしないで終わりにしちゃったんですって。そんなのよくないって私怒ったの。それじゃあいきなりね、殴りかかったって無理ないわよ。私でもそうするわ。おい、寄せって。おい、わけわかんないな。悔しいわよ。こんな可愛いお嬢さんが人前で間かのことをするっていうのはよっぽど悔しかったのよね。まあ、人の心が他へ移るのはそりゃ人間だからしようがないけれど、別れるには別れるだけの礼を尽くさなきゃいけないって、私太田君にうんと怒ったのよ。私が謝るのも変なんだけど、ごめんなさい。悔しくって寂しくって辛い思いなすったでしょ。もういいですから。うん、私こういうこといい加減にしておくの大嫌いなの。怒らないでね。他に誠意を示す方法があればその方がいいんだけれど、結局こういうことになっちゃうの。許してね。300万円。なんだか他にこんな話あったけど、あんなんじゃないのよ。ただごめんなさいっていう気持ち。いりません、私そんなもの。もちろんよ。でも無理にでも受け取ってもらいたいの。これはね、娘の母親の勝手な気持ち。残念よ、前にあなたのような恋人がいたなんて。とても残念だけれど、付き合って一緒になりたいって言われたらしようがない。だったらせめて
人の恨みをそのままにしておきたくないの。後々娘が思い出すことのないようにきちんとお詫びがしたいの。これはもう本当に私のわがままなのよ。大金だなんて思わないでちょうだい。まあ銀行に言えばお分かりでしょうけど、あるところにはあるの。まあ何でもないお金なのよ。ただね、こちらで用意した今後一切関係ありませんっていう紙切れにあなたのお名前がいただければいいの。もちろんそれをどうこうするってんじゃないのよ。私の気持ち安心したいだけ。何もないと不安なのよ。もう育児がなくてしょうがないわ。私お金で気持ちをなんて。人がよくそんなこと言ってちゃダメ。お金は取っておけばいい。慰謝料って言葉があるでしょ。社会的にちっとも恥ずかしいことじゃないわ。ただお金で慰められることではないけれど、お金以外に私たちに誠意の示しようがないの。お金を取らなかったら一方的にあなただけが辛い目に遭って終わりじゃない。分かって。あなたみたいに可愛ければこれからいくらでもいい男性見つかるわ。太田君のこときっぱり忘れて。忘れてます。そう。じゃああとは事務的なこと。長岡さん。はい。じゃあサインをしてください。どうかお願い。どうしていいかわからなかった。恋愛の思い出がお金で汚されるような気がしたけれど、どうせもう彼との思い出は汚れていた。300万円というお金は正直言って私には信じられないような大金だった。それが署名一つで手に入るのを断るほど私は幸せではなかった。うん、まあね、大体のプランは決まってきたと思うんだけど。ねえ、これ店入ったとこよね。ここはさ、だから階段降りて下のところとは全然違った感じになった方がむしろいいと思うんだね。でこの階段なんだけど、階段のところさ、だから下とつながってる感じにした方がいいのか、それとも上の方とつながった感じのイメージの方がいいのか、壁紙とか。私でもむしろ全然階段だけ別個のプランでもいいと思うのよね。まあ、そこの子まだ決めてなかったでしょ。だから今日はそこ考えようかなと思って。それでね、うん、これここ、こう階段を降りてきたとこよね。ここなんかねすごく暗いわけよ。でもね、テラス昼間すごく明るいわけじゃない。だからむしろここなんかものすごく暗くしちゃった方がいいと思うのね。ヨーロッパのレストランなんかで会うじゃない、もう転びそうになっちゃうぐらい暗いとこ。私、土屋さん、うん、私今月で銀行辞めます。どうして？どうせこの改装が終われば両方は無理だと思うんですよね。何言ってんのよ。銀行とウェイトレス一緒にやるの無理なんじゃないかな。だからウェイトレスは楽しみでやればいいのよ。土日に行って楽しんで。じゃあ土屋さん銀行辞めないんですか？何よ、だってこのお店当たるかとかまだ分かんないのよ。銀行辞めてどうすんのよ。失敗したら引き返せないじゃないの。辞めないでお店できます？だから彼にやらせればいいのよ。いい？あの人はアイデアも方向もないのよ。だから私たちが改造して方向を決めて彼に日曜業務やらせるのよ。じゃなきゃあの人何もやることないじゃん。大丈夫かな。大丈夫よ。だから大丈夫なように私たちがチェックしに行くんだよね。
それ以上前入れ込む場所じゃないでしょ。いくら当たったって私たちの店になるわけじゃないんだもの。ねえ、まあ私は出した400万が500万になって帰ってくりゃいいなって、まあ、それぐらいのことだと思ってやってるけど。ずっとそう思ってました。何を。あ、ちょっと待って。やだこれ。だそりゃそうよ。どうして人の店にそれ以上夢中になれんのよ。銀行なんかやめちゃって、うん、この先どうすんのよ。嘘です。何が。はじめは銀行辞めてこの店にかける気だったわ。そうかな。生活変えたいって言った時本気でこの店に打ち込む気だったわ。その気持ちが変わったのよ。熱気が冷めてきたんだわ。また大事に慎重にって臆病になってきたのよ。しょうがないじゃない。何が。男に魅力がないもの。あいつ何をだって私たちが言ったって顔も見せないで下でとぐろ巻いて酔っ払ってるっていうのよ。どうしてそんな男のために私が一生懸命やんなきゃいけないのよ。お店持つのが夢だって言ってたわ。何って、人の店でしょ。本当にあいつが本当のろくでなしだって言うんだったら、こっちなんかバカバカしくてこんなことやってらんないわよ。味気ないわよ。そうだったんですか。まだそんな風に思ってたんですか。思ってない。思ってないわよ。もう自分でも何言ってんだかわかるかんない。ただ味気ないのよ。味気ないね。だってすごく夢中になれそうだったのにね。なんだかどん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 毎日毎日味気なくなってくでしょう。なんだかどうしていいかわかんない。男が悪い。そう、男が悪い。もう魅力がない。そう、女だけが立派にしてるわけにはいかない。するもんだからね、見といてって言っといたの。良さそうな人でいいじゃない。ああやっぱりいいわね、このテラス。なかなかある景色じゃないわ。あのコーヒーでいいですね。はい、すいません。楽しみだわ、どんなお店ができるか。ここ朝なんか霧がかかったりしないのかしら。そういうのも素敵よね。悪いけど。分かった。どうしていいなんて言うんですか。失望したくないの。でも私どっかただのぐうたらだとは思えないんですよね。私たちのしてること本当はどういうふうに思ってるか聞いた方がいいと思うんですよ。やだ、私出てきてつまらなかったらまた活力なくしちゃうわ。私ペンキ塗ってた時なんか結構魅力的だと思ったけど。単純作業でしょ、ね、それ以上ないんじゃ。まるでバカみたいじゃないの。それでも
この店だけでもいいわよ。あのテラス本当に打ち込むねうちあると思う。そう思うね。なんかそう思わなきゃ情けなくなってきちゃう。あ、いらっしゃい。こんにちは。しょうがないね、土曜日の昼間こんなに暇じゃ。そうね。かといって呼び込みであるわけにもいかないし。やったっていいんじゃないですか。うん、そう、効果があればね。やったんですか。以前ね、他の店でやったんだ。ティッシュ配ったりしてね。まるで効果がなかった。そことこことは違うんじゃないのかしらね。いや、ここはもっとダメなんだ。呼び込みするような人通りはどこまで行ってもありゃしないから。そんなふうに本当にやる前からなんだかんだダメだ言ってたんじゃ。もうやる前からじゃないんだ、やったんだよ、散々やったんだ。だからそれはこの店じゃないでしょ、この仕事でじゃないでしょね。私には二人のようなパワーがない。真相回転に期待しています。なんか私そう弱いまま開き直ってるみたいな、ムカムカする。そうどうしてかしら、なんで私こんな店手伝うなんて言っちゃったんだろう。何ですかこれ、私たちに全部押し付けるみたいの。
まだパトカーがいる。ここでいいです。なんでしょうね、まあ犯人みたいに。あ、青よ。お帰りなさい。警察まだ聞いてんの？どうしました、あの人。あ、払ってもらっちゃってよかったかしら。倉橋さんがずっと喋ってるの。もう一つもう一つ、こういう時じゃないと言えないから言っとくんだけどさ。分かった分かった。この後の警官怖くなったな。よくグッと怖くなったよ。怖くないじゃないの。夜中の真珠もあれは怖いな。おーい、そこのだもん。あんたやられたことあんの？いや、これはいいからよ、たまに。全然大丈夫なんだ。それは昨日はそうだけど、飛び込んだんだから。注射で眠ってる。そりゃ精神的には大変よ。親とかは？うん、母親が来たんで帰ってきたんだけど。あ、どうぞ。 あんまりいい親じゃないわね、あの人。マスターはいなくなっちゃったの。え、いつから？警察と話してて、その後私なんか目撃者だからいろいろ聞かれたりしたでしょ。まあ、したじゃないの。土屋さんが探してくるって。そう。かっこいい。瞳なんてどこにあるの？そんなの電話したらテレビ局だって喜んでくるわよ。バカなこと言わないでくれよ。あの関本が人命救助って。どの関本？20年も前の20年は経ってないでしょ。マイナーなピッチャーを誰が覚えてる？そんなの覚えてなくたっていいのよ。そういう人がいたんだって言うんだってお店の宣伝になるじゃない。冗談言うなよ。余計なことしちまった。誰が？俺がさ、死にたがってるやつの邪魔をした。思いすぎ。そんなの何度も言ったんだよ。余計なことをした、余計なことをって。あの子がやる頃のピントがみんなずれちまう。ずれてなんかいないじゃない。そんなんだったら言ってやればいいじゃない。死んじゃえって、もう一回飛び込めって。21か、そこらでしょ。死にたいなんてあまったれよ。人生何も知りゃしないじゃない。生きなきゃいけないって言えるかい？え？人生は素晴らしいんだ、ずっと生きなくちゃいけないって言えるかい？素晴らしいとかそこまでは自信ないけど、でも少なくとも私は死ねないし、死にたくないし。おかしな人。そんなこと考えてたの？昔ならばバカ野郎、生きなくてどうするんだって景気よく言い返してたはずだ。言えなかった。反省することじゃないわ。しかし。え？言いたいじゃない。バカ野郎、行けなくてどうするって言いたいじゃないの。人生は素晴らしいぞって。本当ね。そういうこと言えるようになりたいわね。お
にせせこしたら少しはそんな気持ちになれるかなと思うけど。元気出してよ。人助けといて落ち込んでるなんかおかしいわよ。かっこよくて見直してんだから。翌日の工務店との打ち合わせは活気があった。土屋さんは元気を取り戻してとても熱心だった。結局そういうことなんだなと思った。なんだかんだ言っても土屋さんは関本さんが好きだからお店を立て直す気になっている。でも私は何なんだろう。私がこのお店に夢中になる理由は何もない。ただ他に何もないから、空っぽだから、このお店で紛らしているだけ。おばちゃんが。ありがとう。じゃあお兄ちゃん。はい、ビールもう一本。かしこまりました。戻ってきたの？一番さんビールも一本。いや。何しに来たんだって？言ってたじゃない。何？日曜日はここも少しは混むだろうから。ああ。マンションで打ち合わせをやったんで。現場を改めて見てみたくなったって。わざわざ一人で来る？現に来てるじゃない。あ、ちょっと。え？私の勘だけどね、絶対あんたに会いに来たの。バカ言わないでよ。おばちゃんよ。え？マサミが彼のこと好きなの知ってるじゃないかよ。そうじゃないの。巻きつけちゃいけないってんだよ。女二人がね、経営に口出しするでしょう。従業員とパイプがあった方がいいのよ。うん、お待たせしました。あ、どうもどうも。俺は。え？なんだかよくわかんない。何が？どうしてこの店に首を突っ込むのか。確かに繁盛してないけど、カツカツにはやってるんだし、みんなうまくいってるし、これからなんだかめちゃめちゃになるような気がすんな。どうしているような気がした。貯金が300万も増えたのに、惨めだった。
as of Ansley at Harlevin. Petroleum er det første, der ryger. どんどん行ってくれ。裸一貫になるのは怖いんだ。うんとね、おしゃれな店にしたいのよ。それにふさわしいような人たちと買いたいんだけど。土屋さんは全員クビにしたいって言ってるんです。取りすましてピリピリして裏行って君は無知を持って甘笠井荘って引っ張ったくのか。そうじゃあのことやればいいじゃない。人情に溺れてガラガラの店の中でみんなでこうやって温まってりゃいいじゃない。私降りるわ。この番組は暮らし広がる世界の品質 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。